おい、一体何が起こったんだ。なんだ、君たちは逃げていなかったのか。ということはカリンの単独犯か。おそらく共謀者であるライガが捕まったことで犯行に及んだのだろうな。単独犯？カリンが何したってんだ。彼女は魔導器を奪い行方をくらませた。彼女が魔導器をこの先どう使うかは予断を許さない状況だ。途方もない裏切りだよ。バカ言うな。カリンがそんなことするわけねえだろ。あんなにロンドンやレジスタンスのことを真剣に考えてたのに。彼女の演技力が称賛に値したということだろうね。演技だと？てめえ！カリンのことはどうでもいいけど、こいつはムカつくわね。アツマ、やっちゃおうよ。ギャフンと言わせちゃおうよ。おやおや、君たちもやはり共謀者か。くそ、調子に乗るなよ、このキングオブバカ野郎。うわま、待つんだライガさん。なんだ？うわ、やめてくれ、ライガさん。ライガだと？ライガさん、どうやって牢を抜け出してきたんだ？ひょっとして。まだ壁を破壊した。すげえバカ力、ライガのおっさん生かすな。かつての同志ライガよ。まさか脱獄するとは。なぜいたずらに罪を重ねる。残念だがもう君をこのまま生かしておくことはできない。レジスタンスの同志たちよ、ライガを捕らえるんだ。それには及ばん。なんだと。みんなこれを見ろ。なんだそれ。手紙みたいね。紋章が書いてある。ああ、これって多分ロンドンの貴族の紋章だよ。私この貴族の屋敷忍び込んだことあるから間違いないよ。確かハートソン男爵って貴族だ。
それは見覚えがあるようだ。みんな、これはハートソン男爵からの手紙だ。この手紙にはリーダーに向けたある依頼が書かれている。依頼？依頼ってどんな依頼だ？依頼の内容は3つある。一つはカリバン王がデビルゴーレムを復活させようとしているという噂のルフン。二つ目はカリン様の身柄の確保。そして最後にエンテイの魔導機のダッシュ。んなことして誰が得するんだ？男爵とこの男だ。男爵は王宮の中での実権を握るために魔導機とカリン様の身柄を確保しようとしていた。なるほどね。王様が悪いっていう噂をばらまいたのも王様を追い詰めるためってわけね。そうだ。そしてレジスタンスはそのために利用されていたということだな。なんてことなの？私たちが利用されていたなんて。リーダー、どういうことだ？説明してくれ。そうだそうだ、ライガさんが言っているのは本当なのか？勘違いだ。濡れ衣だ。捏造だ。そんな手紙は。この貴様のサインも捏造か？本当だ、サインが書いてある。どれどれ。っていうか、うわ、これ報酬のところがっぽりじゃん。すごい報酬じゃん。しかも爵位ももらえるんだって。なるほどね。そりゃ目がくらむよね。私ならやっちゃうな。ね、捏造だ。サインも捏造だ。引き際をわきまえろ。さもなくば金や爵位だけでなく命までもなくすことになるぞ。目がマジね。ライガさん、カリン絡みのことだと容赦しないからな。お駄賃もらえたら私後片付け引き受けてもいいよ。案ずるな。苦しまず行かせてやる。すいません、わかりました。僕がやりました。全部やりました。ついにやっちゃったんだな。はい、つい出来心で。お金に釣られちゃったのね。はい、お金に釣られて。カリン様はどこにいる？今はオオカに捕まっているはずです。オオカに？やはり奴も一枚噛んでいたということか。場所を教えろ。奴は今どこにいる？今もまだいるのかは分かりませんが、騎士団は
廃坑道のあたりに潜伏していたはずです。廃坑道か。よし、行くぞ、アツマ。おや、気乗りはしないけど、アツマが行くんなら仕方ないか。あの僕はこれからどうなるんでしょう。それは皆に決めてもらうことだな。どうする？俺は許せねえぞ。ああ、俺もだ。とりあえずぶん殴っとくか。ちょっとかわいそうかも。自業自得だ。行くぞ。よし、レッツラゴー。
中が騒がしいけど、どうかしたのか？いや、別に。まあ、リーダーにちょっぴりショックなことがあっただけだよ。はあ、そういや、クヒ男もアジトの中を見た後、なんかショックな顔して戻ってきたな。クヒ男？それで奴はどこへ行った？なんだよ、血相変えて。っていうか、ライガさん、身柄を拘束されてたんじゃ。そんなことはどうでもいい。奴はどこへ行った？ハイコードの方に慌てて行ったけど。やはりハイコード。よっしゃ、行こうぜ。勝手承知の助。この私をさらうだなんて。こんなことをしてただで済むと思ってるの？カリン様、ただで済むかどうかわからないのは、あなたの方でしょ？しかし安心なさってください。ライガが来るまでは
少しの間生かしておいて差し上げます。もっとも来られたらの話ですが。どういう意味よ。私が用意したゴーレムに果たして勝てますかね、あなたの従者たちは。いかにもゲスで三下なセリフね。お褒めに預かり光栄ですよ。ライガは手強い。抜かるなよ。リーダーの間抜けは捕まったようですが、私はあんなヘマはしませんよ。くひひ。それでは私はこれで。ロンドン王に仕える騎士があんなゲスと仲間なんてね。ライガのことを憎むのはあなたの勝手だけれど、せめて正々堂々と戦えないの。本来ならライガは私自身の手で殺してやりたいのですが、奴が罠に落ちて死ぬのもまた一興ではありませんか。奴には醜く不名誉な死こそがふさわしい。いつまでも昔のことをぐちぐち言ってライガのこと恨むのいい加減にしたら。ほっと男らしくない。貴様に何がわかる。兄、ライガと私は常に比べられて育った。私がどんなに認められようともあいつは常にその上を行ったんだ。そんなのただのひがみじゃない。それだけじゃない。京都シティとの戦いの際、私は騎士団長であったライガの裏切りで身代わりになってこの顔だ。見ろ、この醜い傷跡を。くそ、あの京都の女剣士め、よくも。醜いのは傷ではなくて、あなたのそのねじ曲がった根性じゃないのかしら。ああ、そうさ。ねじ曲がっているのは、いつでもこの俺だ。ライガがまっすぐであればあるほど、この私はねじ曲がっていく。京都シティでの戦いの後、ライガは騎士団長を辞め、いずこかへ去っていった。その理由が、俺にこの傷を負わせてしまったことを悔いてだと。その偽善ぶりが許せんのだ。残された俺の騎士団での立場はどうなったと思う。まるで俺があいつを追い出したかのように、周りの奴らは言い立てたんだ。まあ、もっともそれを言った奴らはすぐに後悔することになったがな。私をないがしろにする者は、私を認めない者は誰であろうと許さん。しっさ
なんだと。昔のことをぐち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 、いつまでも気にしてる気？心が狭いやつね。京都シティ風に言うと、あんたの心は四畳半よ。その程度の器の大きさだから、いつまでもライガを超えられないのよ。ライガが来るまで待ってやろうと思ったが、ここで切り捨ててやるわ。やれるものならやってみなさいよ。あなたみたいなヘナチョコにやられる私じゃないわよ。カリンは無事かな？なんか無駄に相手を挑発したりしてそうよね。確かに。あのさ、ずっと気になってたんだけど、カリンって一体何者？おそらくあの方は話すなとおっしゃられるだろうが、実はロンドンシティの王家に連なるお方だ。びっくり。驚かないのか？そんな感じしたからね。だけど王族ならなんで王様の方針に反対するんだ？それはレジスタンスの目的と同じく、エンテイの復活はかえって災厄を招くとお考えだからだ。2体のデビルゴーレムの衝突はロンドンシティに壊滅的打撃を与えるだろう。俺の役割は何だ？魔導機を守ってデビルゴーレムを使わせないだけなら、別に俺は必要ないわけだし。カリン様はその先のことを考えている。先？レジスタンスはエンテイの復活さえ阻止すれば、それで今のまま平和が続くと考えている。大雨ね。あの氷のデビルゴーレムがいる限り、いつかは何かひどいことが起こるに決まってんじゃん。カリン様もそう考えている。そのためには俺のこの右腕の力が必要ってことか。アツマの右腕？やっぱりそれって何かすごいものなの？何なの一体？どうしてつけてるの？そんなこと俺自身が知りたいさ。ただ不幸を招くだけの腕なんか、それをこの右腕を、カリンとライガさんはまた俺に使わせる気なのか？そうだ。だけどさ、俺は右腕をコントロールできない。それはカリンだって分かってるはずだ。かつてその右腕が暴走したという話はカリン様からも聞いている。なら、なんで？それでもあのお方はお前を信じたいのだ。それってかなり。虫のいい話だと思うわよ。承知している。だがカリン様は悪魔を必要としている。俺を必要としている？兵器とか呼んでおいて。一方的に危険を押し付けておいて必要としているですって。行こうよアツマ。こんな奴ら手伝うことないよ。でもさ、もし俺が
ここで手伝わなかったらカリンは俺と同じような思いをするかもしれないんだよな。同じような思いって何よ。大好きな町がむちゃくちゃになって、大切な人もいなくなって、一人ぼっちになって。アツマ、正直言って俺怖いんだ。この右腕使ったらまたたくさんの人が不幸になるかもって。けどカリンは一緒に横浜に行ってくれたんだ。カリンはまずかったけど飯作ってくれたんだ。カリンはこんな俺のこと認めてくれたんだ。だから助けに行かなきゃ。まだ殴ってもらってないし。殴る？ああ、はあ、なんだかよくわかんないけど、やっぱり助けに行くのね。ダメか？いいわよ別に、アツマが納得してるなら。アツマ、すまる。気にすんなよライガさん、俺は俺のために行くんだ。さあ、ずいぶん時間食っちまったな。行こうぜ、カリンが待ってる。